こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。2020年8月1日、この日は、久しぶりに、屋台ラーメン食べにに、来ました。安くて美味しいをモットーに八王子系の屋台ラーメンが提供されております。宮城では珍しいです。ちなみに8月14日から18日までお盆休みのようです。はい、こちらがメニュー分ですけれども、冷やしラーメンは通年提供でございます。冷やしファンとしてはありがたい限りです。今日は一度やってみたかった冷やしラーメンに玉ねぎ、ネギ、辛味噌トッピングでいきました。はい、それでは冷やしラーメン、ネギ、玉ねぎ、辛味噌トッピングでございます。盛り盛りに盛り付けていただきました。ありがとうございます。はい、それで具はトッピングの大量の刻みネギ、低温調理の、豚肩ロース肉、チャーシューが1枚、そして海苔、そしてですね、トッピングの大量の刻み玉ねぎ、そして、メンマですね。で、上からぶしこが振りかけられております。そしてですね、低温調理の豚肩ロース肉チャーシューがトッピング1枚50円ですので、こちらも、4枚トッピングしても200円ですし、非常におすすめのトッピングでございます。はい、そしてスープは動物系ベースの武士系醤油ですけれども、動物系は鶏ガラ、豚肩骨、豚バラ軟骨などを下支えに、土佐節、かつお節、牛深節、うるめ節、サバ節、瀬戸内産いりこを合わせたスープ。そこに合わせる醤油だれは、冷えたそば膳のそばつゆ用途の濃い口醤油に、みりん、酒、各種節類をブレンドし、冷蔵庫で熟成させた醤油だれ、仕上げ湯はカツオオイルであります。ちなみにここまでは化学調味料は使わず無化調です。しかし提供前に丼を作っていく段階に若干の化調を投入し、味調整をする模様です。丼からもキンキンに冷えたスープで、暑い日には非常に嬉しいですね。基本的にチンタンスープですけれども、若干ドロッとしてます。はい、それでいただきますと、冷え冷えしたスープなんですけれども、動物系を下支えに、コク深い、武士系の旨味が広がりますね。醤油だれが若干、甘めなんですけれども、ベタベタしたいやらしい、甘みではありません。むしろこの甘みがこのドロッとした武士系醤油の奥深さに深みを与えてられます。非常に独特の、濃厚武士系チンタン醤油冷やしスープでございます。もちろん美味しいです。そして、一度やってみたかったこの大量の刻みネギを、刻み玉ねぎに絡めて吸ってみたいと思います。麺肌がみずみずしいというか、ビビッと感があっていいですね。冷水できっちり仕上げておりますが、すり上げますと、ツル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 としたすり心地、もう抜群の喉越しですね。そしてムチッとした冷やし麺らしい食感ですね。そしてこの切り刃22に見える、実は切り刃24の、ストレート麺が非常にいいですね。スープがですね、濃厚節系にもかかわらず、切り刃24のストレート上にすすり心地が極めて爽快で、ストレスがありません。加水率は 38% か 39% だと思います。切り刃24、加水38か39の細ストレート断面、角の面、非常に爽快なすり心地を形成しております。ちなみに自家製麺であります。やはりですね、スープに、非常にコクがありますね。この動物系に使われている豚肩骨、豚バラ軟骨が、このコクの秘密な気が
します。そしてオイル仕上げ油もカツオオイルですので、節煮干しだしにさらにカツオオイルときますから節の広がり感が非常に強いですね。そしてもちろんトッピングにしました刻み玉ねぎ、刻みネギの旨味も相まってきます、まあ相まってくるというより相まくりまクリスティーナですね。はい、ちなみに自家製麺に使われている小麦粉は日清製粉、純強力粉、アラム社、純強力粉、麺無双、うどんに使われる、中力粉、麺発臭で、ございます。はい、それでは具のメンマで、ございます。はい、こちらは非常に、シャキシャキとしてもですね、具パーツとして非常に優秀な一部であります。はい、そして、海苔を絡めてすすってみたいと思います。はい、この爽快な冷やしのすすりの心地に、磯の風味が足され、味わいが豊かになります。そしてスープに刻み玉ねぎ、刻みネギを盛り付けていただいてみたいと思います。濃厚節系刻み玉ねぎ、刻みネギの味わいですね。まあ、味わいですねというよりも、まあ、もう非常に合いますね。このスープに刻みネギと刻み玉ねぎが合いまくりままくりまクリスティーナです。はい、それでは低温調理の豚肩ロース肉チャーシューでございます。赤身に対してサシの入り具合が非常にこう美味しそうですね。これで1枚50円ですから、もうぜひ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 、トッピングおすすめです。チャーシューで4枚トッピングしてもラーメン690円プラス200円890円でチャーシュー麺が食べれます。いや、1枚50円とは思えない、肩ロース肉チャーシューです。まあ、赤身に対してサシの入り具合が絶妙の肩ロースで、肉の旨味が閉じこもりまくりまクリスティーナ ×4 ですね。なので、チャーシュートッピングは非常におすすめでございます。この濃厚な節系醤油のスープに、太麺ももちろん合いそうなんですけれども、あえてこのキリワ24の、細ストレート麺を持ってくるところが極めていいです。この結構やっぱスープが濃厚な節系なんですけれども、その濃厚な節系に対してストレスなくこのスープをすすりまくれまクリスティーナなんですね。爽快でストレスがないんですね、すすり心地に。でそして冷やしということもあって、すずみ冷やし、爽快、そしてかつそれでいてかつ濃厚で、濃厚に節を味わうことができます。この麺とスープの組み合わせが実は極めて独特だと個人的には非常に感じております。はい、そして最後のトッピング、辛味噌を投入してみたいと思います。ちなみに余談ではありますが、食べには接客が超大天使レベルです。天使をもしのぐ大天使レベルの接客の良さであります。はい、それではこの濃厚節系チンタン醤油スープに辛味噌を混ぜ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 してみたいと思います。いやー、一気に変わりますね。一気に辛味噌ラーメンに変わっております。濃厚節系チンタン辛味噌醤油ラーメンに変わっております。そしてこの濃厚節系チンタン辛味噌醤油ラーメンのすすり心地、非
常にこれも爽快で辛みもかなり強いですね。辛みもかなりきます。そしてコク深さが味噌が加わったことにより半端じゃなくなっております。冷やし濃厚武士系陳炭辛味噌醤油ラーメンの面持ちで、後半にもう明らかな味変化を生み出し、一杯をさまざま楽しみたい場合は辛味噌おすすめでございます。大天使レベルの接客に加え、極めて独特の濃厚節系陳炭醤油の一杯、相変わらず美味しかったです。独特で相変わらず美味しかったです。やはりこの麺がいいですね。組み合わさるこの麺がいいですね。太麺でも合うんでしょうけれども、切り場24のこの細麺がですね、非常に爽快にすすらせてくれます。濃厚なスープをすすらせてくれます。そしてトッピングの刻みネギ、刻み玉ねぎも合いまくりまクリスピーナです。そして後半にかけて辛味噌で味変化を加える、これも一気に表情が変わり、おすすめですね。辛味噌トッピング、残したスープに辛味噌トッピングして、替え玉というのもいいかもしれませんね。非常に美味しくいただきました。涼み濃厚に美味しくいただきました。極めて美味しかったです。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。